痛みを恐れ、逃れようとあがく。これは生物の本能だ。ならば痛みを感じなければ、人は無敵になれるのだろうか。これからご紹介する痛覚を持たない女性のスレを通して、痛みを感じることのありがたみを感じてほしい。なお今回は取り扱うテーマの性質上、痛々しい表現が登場するので苦手な方は注意してね。無痛症だけど質問ある？ついに部活を辞めさせられた記念に。おめでとう。嬉しくないです。男、急所はさすがに痛み感じるの？女。正式な病名は先天性無痛無感症。先天性無痛無感症とは、遺伝的要因により主に神経障害などを含む先天的な疾患群である。症状、大まかには名称の通りで、痛みを感じず、汗もかかないというものである。症状のレベルには個人差があり、痛みや熱さ、冷たさの感覚が全くない人から少しは感じる人もいる。感覚がないゆえ、知らぬ間に自分の舌を噛み切ってしまったり、誤って大やけどなどをしてしまう恐れがある。そして、先天的な症状であるためそれらの危険を学習することが難しい。また、軽度、あるいは境界線上程度の知的障害を併発することも多い。それがさらに危険認知を難しくしている。さらに、発汗性がなく体温調節ができず、すぐに体温が上昇してしまい、常に気を使っている必要がある。そのため、健常者並みの基礎的な運動能力はあっても体温上昇のため運動は不可能であり、プールでの水泳のような体温の上昇を伴わない運動しかできない。ただしプールでは逆に低体温に注意する必要がある。痛みとは体が発する SOS だ。無痛症患者はその信号が遮断されていることで、体の悲鳴に気づかないまま怪我や病気、虫歯等を重症化させてしまう。だが痛みを感じないという疾患の性質上、チート能力のように捉えられがちである。実際、スレミンも興味津々で質問が相次いだ。痛み以外の感覚は？冷たい熱いは別として、鈍いながらも味覚はちゃんとある。痛いかゆい熱い冷たいあたりが一番わからない。あと汗かけない。ストレスで今痛くなることは？今痛いがわからない。汗かく？かかない。痛みを感じないってこと？やばくね。やばいですね。なんで部活も辞めさせられました？思いっきりぶん殴っていい？痛くはないけどダメージはあるので辞めてください。骨折れたりしたら治りにくいな。まず気づけませんね。そういうのって、どっかで怪我してたりすると血出てるの気づかないとかありそうで怖いな。あと、サウナとかも入れないだろ。そんなん日常茶飯事ですよ。サウナとか自殺行為ですね。痛みを感じない一致の体質を、当初はかっこいい、不死身、と羨んでいたスレミン。だが一致が語る無痛症の弊害を聞き、一致は決して無敵ではなく、命の危機を回避しづらい深刻な状態なのだと知る。ここでスレミンの関心は、一致が退部させられた部活へ移った。何部だったん？基本的に運動ダメでしょ？まさかのバレーボール。ダメだけど騙し騙しやってた。いろいろ気をつけてたし。でもバレて退部になった。顧問や校長はお前の扱い方なんぞ知らんから。重力を感じる？感じるわ。発汗力の低い無痛症患者は、運動したり暑い場所にいると体温の制御ができず、容易に高熱となってしまう。また皮膚の潰瘍や脳症を引き起こす危険があるため、無痛症患者は運動を原則禁止されているのだ。一致の身を守るための処置だが、部活に生きがいを感じていた一致にとって、退部はあまりに酷な判断だった。だってバレーボールやりたかったんだもん。痛くないから無敵だったし、うまかったし、背高いし、責任取れないから退部にするってひどい。そりゃそうだろ。お前の無茶の責任を負わされるのは顧問や校長なんやぞ。激辛フードファイターとしてタレントになれよ。デスソース一気飲みできますよって。そんなことしたら食堂やられそう。こういう病気って基本スポーツ向かないよな。将来社会的にもっと支障出るから今のうち理不尽な世界知っとくべきではある。筋肉痛の痛みも感じない？筋肉痛ってなんだかわかんない。負傷しても痛くないなら怪我しても大丈夫？大丈夫ではないです。ダメージはあるから。骨折とかしたら痛くはないけど動かせないとかなるの？それとも壊死してちぎれて気づくとか？なんか歩きにくい。なんかこう、ふにゃふにゃした違和感。あとは腫れとかで気づく。こういうこと聞くとこっちがヤバさ感じて震えちゃうわ。マジでもうスポーツ系やめて。まだ趣味変えられる今のうちだ。
女の子らしく趣味お菓子作りとか手芸にしようかと思ったけど、味覚は鈍いし狂ってるし、手芸はハサミとか危なくて使えないから無理だった。痛くないから無敵って考えしてるの？無痛症の張本人なのに。コートの中では無敵。試合中余計なこと考えないで済むから。日常はやばいね。間違って死なないように頑張るしかないね。まあ普通に考えりゃ命の危機に即座に対応できないからだってだけで、反射的な回避行動に移れないからやばいよな。よく顔面にボール食らってもケロッとしてました。基本避けることに慣れてない。ガチな書き込みすぎて、本当に心配になるレベル。いやそりゃあるさ。ダメージは痛くないから気づけないけど、骨折とか内臓系は気づけないな。見えないから。そういうことじゃなくて、本当に痛みとしてではなく、ダメージという客観的視点な書き方だから、大事に至ることに気づけないことがこの病気の本当のヤバいところって言いたかったんだ。その通りだよ。どんな怪我も病気も自覚できないし、したところでわかんないもんはわかんないから意味ない。プロレスとかボクシングがおすすめ。死ぬ、死ぬから。無痛症でダメージがなけりゃ最強だな。治る見込みはねえの？ない。今いくつ？ 17。 感染が発達してないのなら、思春期にキビも出ないのか？体毛は薄いのか？お肌は綺麗よん。日焼けもよろしくないから気をつけてるし。痛みは良いものだよ。無痛症の人は痛みに気づかずに口の中を噛んでしまって傷だらけだと聞いたんだけど。小さい子供の話だね。この年になれば気をつけるからない。無痛症患者の幼少期には、指や舌を噛む自傷行為が多く見られる。親がどんなに止めてもガムのように噛み続け、舌や唇、指先を噛みちぎってしまい欠損してしまうケースも珍しくない。それでもなお痛みを感じないため患部の安静が保てず、さらに可能して敗血症や骨髄炎など重症化してしまうそうだ。なるほど、疑ってごめんね。苦しさは感じることはできるの？例えば首を絞められた時とか、水に溺れた時みたいな。生命の危機は感じる。痛いとかではない。違和感。痛みという概念がなければ、誰かを殴ったりしようとか思わないのだろうか。小さい頃は殴られる意味も殴る意味もわからなかった。自分に痛みはないから相手の痛みもわからない。自分と同様相手も痛みを感じないと考えた幼い無痛症患者が、悪意なく他人に怪我をさせてしまいトラブルになるケースは珍しくないという。人は痛みを経験することで、それを恐れたり回避する術を学習する。痛みを記憶できない無痛症患者にとって、他者に痛みを与えないということは容易でなく、人と関わることを恐れる患者も多い。どの程度痛み感じるの？全く感じない。感じるとしたら違和感。頭痛や腹痛もないの？ない。痛みなんてない。物に触れてる感覚もないのか？それはあるよ。酒で酔うのかな？薬は作用するのかな？不思議で好奇心が湧いてきた。酒は飲めません未成年なんで、薬は効くよ。痛みはないってことは痒みもないってことなんだよな。なんか、ん？って違和感がある。ああ、なるほど。痛覚神経ないとやはりそうなるのか。風を感じるのだろうか。昔無痛症の子供が自分は無敵のスーパーヒーローだと思い込んで、2階の窓からダイブして全身を複雑骨折したとかニュースで見たな。痛みって体が発する危険信号だから、それに気づけない無痛症の人は死にやすいって聞いた。気をつけてね。無毛症だけど質問ある？強く生きろ。生物は不思議なものだな。無痛症患者としての不自由を強いられるたび、心に確かな痛みを感じているイッチ。いつの日か無痛症の治療法が見つかり、痛みを感じる喜びをイッチが噛みしめる日が来ることを心から祈るスレミンたちであった。最後までご視聴ありがとうございました。痛い目に遭うのはできるだけ避けたいものですが、痛みという危険信号を出してくれる体には感謝しなくてはいけませんね。人生で一番痛かった経験談や動画の感想があれば、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。